吉宗評判記暴れん坊将軍。見て、日の本は日本橋なんだが、風向きが南に変わって小伝馬町まで広がったらしいんだ。それからどうしたい？あるその先に何があるよ。牢屋敷だ。囚人が牢払いになるぜ。現像の言う通りだ。今夜は武装な連中がうろつくかもしれねえぜ。おかみさん、おばちゃん、戸締まりはしっかりしておくんなさいよ。あいよ。さあ、行け。おうろ、おうろ。牢払いとは、明暦3年1月18日江戸の3分の2を焼き尽くしたといわれる、いわゆる振袖火事の折、時の牢奉行石出帯刀が累称目前の天馬町大牢から囚人たちを解放したことに始まる。それ以後、大火の折の牢払いは慣例となり、反証の音を心待ちにする囚人も多かった。一同に申し上げた、大牢屋敷も累称の恐れがあるため、ただいまより牢払いを行う。ただし明日暮れ6つまでに必ず回向院へ立ち戻れ。戻った者は罪一等を減じるが、戻らぬ者があれば草の根を割っても探し出し、きっと次第を申しつける。よいな。一向に下火にならぬようだな。火元は日本橋あたりと聞いたが。はい、あのあたりは町屋が立て込んでおりますし、この風で火消しどもも難渋いたしておりましょう。うん、せめて死者怪我人が出なければよいが。上様、ただいま牢払いの知らせが参りました。何、牢屋敷まで火が回ったのか。囚人の数は、およそ600名ほどと存じます。ああ、やれやれ。中には何人もの人間を殺した悪党や江戸中を騒がした盗人がいるはず。これで町の者たちも枕を蓄えしては寝られませんな。しかし、いかに囚人とはいえ、みすみす焼け死ぬのを見殺しにしては人の道に背くことになる。忠相、町民どもが不安を抱かぬよう万全の手配をしてくれ。は。半蔵殿、お前たちも市中を回り、囚人たちの動静に気をつけてくれ。は。わかりました。さあさあお嬢さん、いつまでも表へ立ってると風邪をひきますよ。もうここまで火が回ってくる心配ないから休みましょう。誠治さん、
大丈夫かしら。何ですって。さっき通りかかった人が言ってたの。天満町の牢屋が燃えてるって。まさか誠司さんが。さあさあね、中入りましょうね。お嬢さん。何の用だい。お嬢さんがあんたのこと嫌ってるの知ってるだろ。失礼。お嬢さん、誠司は来ませんか。誠司さんがどうして。天満町の牢屋敷が焼けておとき話になったんだ。やつ残ったからお嬢さんを訪ねてくるに違えねえ。それじゃあ今夜はここに泊まれるのね。そうはいかねえや。政治は棟梁のうちに火をつけて焼き殺した重罪人なんだ。万一のことがあっちゃいけねえから俺たちの手でお奉行所に送り返そうと思いましてね。嘘よ。政治さんがやったんじゃないわいつまでたっても子供でしょうがねえ。とにかく待たせてもらいますよ。ちょいと内緒だよ。私の家なんだよここは。うるせえ。入った入った入った。バカだ言うんだよ。くそ歴史のやつ。いや、ごずらせやったな。海からの風ってやつは始末に追えねえな。兄貴、誰がいます。誠司、誠司じゃねえか。そうか、おめえ牢払いで出てきたんだな。おい、おめえ帰るところがねえのかい。いつまで外にいられんだい。今日の暮れ六つ。暮れ六つ。よし、誠司、一緒に来な。いいのかい、関取。たまもんか、おめえ。俺たちは同じ仕事場で働いてんだこじゃねえか。泣くやつなるかい。さあ、立ってくる。誠司。新さん。どうした、もっちゃん。昨夜の火事で怪我した者はいないだろうな。ええ。あ、それより新さん、誠司さんの話聞いてあげてちょうだい。誠司？昔から知り合いの大工さんでね、付け火の疑いで捕まったの。昨夜の牢払いで出てきたのか。だけど、誠司さん、自分じゃ無実だって言ってんのよ。無実？無実なんです。棟梁の家に火をつけるなんて、そんな恐ろしいことをするもんか。待て待て、奉行所だって証拠がなければお前を下手人として捕らえはしないだろう。なぜお前に疑いがかかった。火元の近くに俺の手拭いが落ちていたんです。それと誠司さん、隠し事しちゃいけないよ。そうよ、新さんなら安心なんだから、何もかもみんな話しちまいなさいよ。ええ、実はその日の昼休み、棟梁にこっぴどく叱られるところをみんなに見られていたんです。俺は棟梁の娘のお高さんといい仲になっていました。それを棟梁に知られちまって。誰がもねご。誠司、お前は明日から俺の仕事場行きちゃならねえ。棟梁、柱一本満足に削れねえやつがお互いにちょっかい出しやがって、そんな心がけないやつが一人前の職人になれるはずだね。棟梁、しっかりしておくなさい。俺は何もそんなつもりで、お高さんと。うるせえ。おめえのようなやつを俺が使うわけにはいかねえ。荷物まとめてとっとと出て行け。なるほど、娘との仲を引き裂かれたのを恨んで火をつけたというわけか。役人たちはそう決め込んでいるんです。でも俺はやっちゃいません。その夜、お前はどうしてた。そりゃあ、足だって棟梁を恨みました。四五軒の宮をはしごして、気がついた時には家で寝ていたんです。でも俺は改めて棟梁に詫びを入れるつもりでした。棟梁もすぐカッとなるけど、根は優しい人なんです。きっときっと許してくれたに違いねえんだ。おかみさん、
信じてくれ。みんなも信じてくれ。俺はつけ火なんかしちゃいねえんだ。まして世話になった棟梁を殺すなんて。な、信じてくれよ。新さん、誠司さんのことは私もよく知ってるけど、そんな恐ろしいことのできる人じゃないよ。なんとか助けることできないかしら、新さん。まず棟梁の家が焼けた夜、お前がどこで何をしていたか、それを思い出すことが先だ。なあ誠司、いくらなんでもまるっきり忘れちまったわけじゃねえだろう。そりゃあ、初めに言った2件ぐらいのことはぼんやりと覚えてる。よし、どうせ今日の仕事先は燃えちまったんだ。誠司と一緒に調べてみようじゃねえか。それがいいよ、しっかりおやり。すまねえ、おにぎりよ。これもすまでが勝負だ。誠司、泣いてる暇はないぞ。その件なら私も覚えております。北町奉行所の係で大工誠司が死罪とのお裁きでしたが、少々不審な点がありましたので。どういうことだ。ああ、焼死した棟梁源兵衛は江戸の大工仲間の古株でして、先頃の洪水で流出した新大橋をはじめ昌平橋、泉橋などの工事一切を請け負ったばかりでした。入れ札か。源兵衛の死亡に伴い、工事は同じ棟梁の棟造が引き継ぎました。で、忠相の言う不審な点とは。誠司が最後まで無罪を主張していたことが一つ、また源兵衛と棟造はご公儀御用の工事が行われるたびに落札を争う商売敵であったことが一つ。源兵衛の死が図られたものだというのか。その疑いは残りましたが、南町としては北の調べに対して異議を申し立てることもできず、実は密かに探索を続けておりました。よし、誠司の解き放ちがいいようにだ。半蔵殿、お前たちは大工棟造の周辺を探ってくれ。わかりました。はい。誠司の無実が明らかになれば改めて調べを再開できる。め組の連中がうまくやってくれればいいが。おい、しっかりしろよ。どうしても思い出せねえのか。いいかい、この前の飲み屋を出たのが5つ半だってってことは分かってんだぜ。棟梁のうちが燃えたのはそのすぐ後だろ。これじゃあその足でおめえが火をつけに行ったことになっちまう。おい、よく考えてみろよ。考えちゃいるんだが、何しろベロベロだったから。チッ、しょうがねえな。おい、女郎屋でも行ったんじゃねえのか。冗談じゃねえ。おいらにはおたかさんって人が。よたか。よたかがどうしたんだい。柳原だ。柳原をふらふら歩いていたらよたかに捕まってよ。屋台の酒をおごらされたんだ。いいぞ誠司、よたかと屋台の親父と二人商人がいるわけだ。それでその女の名は。もん。そうだ、おもんだ。よし、ゴー。おめえよ、おめえよ、誰かいねかい。なんだよ、うるさいね、こんな早くから。帰ってもう昼だぜ。私たちには真夜中なんだよ。もう客じゃないなら帰っとくれよ。ああ、すまねえな、すぐ帰るからよ。一つだけ教えてくれねえか。おもんって女は知らねえかい。死んじまったよ。なんだって。ああ、嘘つきあるとしょしねえぞ。嘘じゃないよ。昨夜客と引き込んだうちが焼けちまってさ、あの女煙に巻かれてくたばっちまったのさ。本当か。運が悪かったのさ。なおめえ、この辺りに店を出す屋台のおでん屋を知らねえかい。ああ、リスケさんだろ。知ってるよ。うちはどこだい。安倍川町の六兵衛だなさ。ありがとうよ、すまねえな。じゃあどうしても思い出せねえってのかい。ああ、昨夜のことも思い出せねえのに一月前なんて無理な話さ。頼むよ、とっつぁん。
思い出してくれよ。でないと俺は火あぶりになっちまうんだよ。そう言われてもな。な、覚えてんだろ、あの時おもんって女と一緒だったじゃないか。ダメだ、おめえと会うのはこれが初めてだぜ。とっつぁん、政治大丈夫だよ、証人はきっとまだいるよ。ざまみやれ、しょんぼり消えてきやがった。しかしおめえの言った通り、政治のやつここへ来やがったな。当たり前よ、やつが無実無実と騒いでる以上、ここを嗅ぎつけるに違えねえと思っていたんだ。どうする、一目にばらすか。そいつはいけねえや、棟梁に聞いてから。それにしてもめ組に転がり込むとはな、こいつは厄介なことになったもんだ。仕事に使う材木は美濃屋が一手に引き受けています。そこの主人の後を追ってきました。今のが盗蔵だ。しかし二人だけではなさそうだ。やつの大工だな。そうか、政治のやつやはり無実だと騒ぎ立ててるんだな。ええ、どうやらめ組一家の厄介になってる様子で。どうする、棟梁、面倒なことにならないかい。なに、心配はありますまい。暮れ六つまでに恵光院へ戻らなければ政治は天下のお尋ね者になります。それまでに無実の証を立てることなどできるはずがございません。盗蔵の申す通りだ。まず政治の方は気遣いはいらぬが、生き証人の方が気がかりだ。おっしゃいますと。利助というおでん屋の親父だ。その男だけは政治がまことの下手人でないことを知っている。御前のおっしゃる通りでございます。金で口は塞いでありますが、もしもということも陣太たちに言って消してしまうんだ。わかりました。ところで御前、私どもの言い値で工事を請け負わせていただきありがとう存じます。おかげさまで私ども材木を一手に扱うことができました。これは心ばかりのお礼の印でございますが、どうぞお納めくださいませ。何？作事奉行が大工の棟梁と材木問屋のもてなしを受けていたというのか。はい。けしからん。まあ、そもそもあの役目は何かと誘惑が多く、よほど身を固く辞しておらねばならんというのに、自ら深川の茶屋へ出向くとは何事じゃ。上様、直ちに救命せねばなりませぬぞ。うん。おその。
堀田と盗蔵の結びつきは長いのか。はい、二年近くになりましょうか。堀田殿がお役目についてすぐのようです。記録を見ますと、入れ札によるご公儀の工事は盗蔵が請け負う場合が多く、死んだ源兵衛はしばしば役所に抗議を申し込んでいたようです。堀田殿の日常の暮らしは満国の大名も及ばぬほど、やはり不正な金の受け渡しがあるものと思われます。上様、いかがなされまする。騒ぐな、じい。証拠がなければ堀田も言を左右して罪を認めまい。政治の一件はまたとない機会だ。お前たちも手分けして堀田と盗蔵の動きを探ってくれ。無実を叫ぶ政治は彼らにとっても気がかりなはずだ。そうか、政治の無実の証が立たなかったのか。ええ、女は死んじまってるし、おでん屋の親父は顔を覚えてねえし。残念だよな。死んだ棟梁のうちから火が出た頃、一緒にいたはずなのに。でもよ、あの親父の様子なんだかおかしかったと思わねえかい。おかしいってどんなふうにだい。いや、どこかおどおどしてたような。そういえばそうだな。ああ、誰かに口止めされてるんだろうが。リスケというのはあんたか。俺は徳田新之助。少しの間でいい、話を聞いてくれ。リスケさん、これほど言ってもまだ政治の顔を思い出せんか。無実の罪を着せられて殺される。どんなに覚えがないと叫んでも誰一人耳を貸してくれる者はいない。生きながらの地獄だ。その恐ろしさ、苦しみは言葉にはならない。もしあんたが誰かに頼まれて政治を見殺しにすれば、あんたは一生苦しむ。ましてや政治は善となる若者だ。将来を誓い合った娘もいる。あんたの決心一つで若い二人は幸せになれるんだ。どうだ、リスケさん、一月前聖人に会った覚えはないか。知らねえ。そうか、では仕方あるまい。もし気が変わったら、め組の家へ訪ねてきてくれ。俺は人間の良心を信じているぞ。待ち伏せしていたんだよ。あんたがひょっくり帰ってきたらどうしようと思ってさ。知ってるよ。表まで来て奴らを見かけたから逃げ出したんだ。それで今までどこにいたの。めぐみの家です。みんなが一緒になって俺の無実の証を探してくれていたんですよ。そういう、誠司さんは無実に決まってるわ。私はね、あの根吉がやったに違いないと思ってるの。亡くなった棟梁の片腕だったのに、今じゃもう盗蔵にぴったりくっついてるんですからね。女房になれって言うから引っ叩いてやったの。きっとそれを恨んでるに違いないわ。でも証拠がね、奴の仕業だって証拠は何一つねえんですよ。それで誠司さん、これからどうするの。だがね、一旦薬王院へ戻ります。
国前までに帰れば死罪ではなくなるはずだ。本当の下手人が見つかるのを気長に待つことにします。それがいいわ。私いつまでも待ってます。お高さん、誠治さん、お高さん、どうしたんだお高さん。お嬢さん、お嬢さん。どうしたんだ。誠治さん、大変なんだよ。誠治さんがいなくなっちまったんだよ。何？すいません、あちらがちょっと油断してる間に。困ったわね。もうご飯時でくれむつでしょ。無実の証人が見つからねえんでがっくりしまったんだろうな。まずいぞ。くれむつまでに栄光園に行けば少なくとも罪とは現じられるが、やけになって逃げ出すは獄門貼り付けは間違いない。さあみんな手分けして早く探すんだよ。勝手だ。お高さんどこにいるのかな。お高さんと、あ、棟梁の娘さんね。そうだ、まさか一緒に焼け死んだわけではあるまい。ちょうど友達のところに泊まりがけで呼ばれて行って助かったんだって。確かお倉さんとかいう女中さんが引き取ってるはずよ。誠治はそこ行ったに違いないな。家はわかるか。ええ。よし、行こう。どうしたのさ、元気がないね。え、ああ、例の若いやつの顔がチラチラしてよ。あたいに親父さんのことを聞いた連中だね。そうだ、金は逃げ出された手前知らねえって追い返したんだが、若いお侍さんの言ったことももっともだし。よし、店頼むよ。どこ行くのさ。お奉行所だ。一月前俺の店であいつがおもんと一緒に飲んでたってことを話してやるんだ。頼んだね。うん、親父、仏心を出しやがったな。お高さん、気がつきましたか。誠治さん、よかった。一時はどうなることかと思いましたよ。ごめんなさいね、心配かけて。そんな。もう大丈夫よ。誠治さん大変よ、早く栄光へ行かないと。あ、そうだ、もうすぐ暮れ六つだよ。なあに、ひとっ走りすりゃ大丈夫ですよ。お倉さん、お高さんを頼むぜ。あいよ。誠治さん、しまった、クレムスだ。誠治さん、早く行って。新さん、クレムツよ。誠治さんどうしてるかしら。うん、エコインへ戻っていればいいが。金が鳴り終わるまでに着かなきゃ牢破りになる。もう間に合いっこねえ。新さん、
坊ちゃん、先に行ってくれ。お倉さん、私よ、めぐみのお待ちよ。開けてちょうだい。お倉さん、お高さんいるわね。ええ。会わせたい人がいるの。新さん。そうか。どうしても誠司は来なかったというんだな。ええ。一度も顔を出してくれないんで、私たちも心配してるんです。ねえ、お倉。ええ。では仕方がないな。ところで、死んだ棟梁は酒好きだったか。いいえ、職人には珍しく一滴も口にはしませんでした。妙だな。酔っ払って寝込んでいたのならともかく、大の男がそう簡単に焼け死ぬものかな。それからもう一つ、棟梁は本当に政治を追い出すつもりだったのか。いいえ、そんなお父さんじゃありません。あの時だって。おたか、誠治のやつにちょいときつい気を据えてやったぜ。そう。むずいも白状なんだな。だって私の知ったこっちゃないでしょ。とぼけるんじゃねえ。お前と誠治がいい仲だってことに気づかねえ俺だと思ってんのかい。やつは見込みのある職人だ。それだけに若いうちから女に気を取られちゃいけねえんだ。詫びを入れてくれやすぐにも許してやるつもりだから、おめえも気をつけんだぞ。よし、おめえ今夜友達の家に泊まるんだっけな。それじゃあ一つゆっくり図面でも引くか。お父っつぁんは曲がったことが大嫌いでした。ご公儀の仕事も陰でこそこそする奴がいるっていつも怒ってました。もしかしたらその人たちに恨まれて殺されたのかもしれません。お高さん、万一政治が逃げてきたらうまくかくまってやれよ。え、クレームスに遅れてしまってはどうしようもないからな。二三日誰にも見つからぬように隠しておくんだ。わかったな。おもちゃん、帰ろうか。はい、それじゃ。やっぱり誠司さん、エコー行ったのかしら。いや、あの家にいる。え、本当なの、新さん。うん、押し入れに人の気配がした。盗賊の一味に狙われていけない。誰かを見張らせよう。新さん、出るんだよ。リスケが殺された。何、柳原だ。一緒に行きましょう。新さん、見てください。役人たちは真珠だって言ってるんですがね。屋台のおでん屋の親父と野高が真珠をしますかね。しかも合口で互いの胸をついてんですよ。立派すぎませんか。こいつはこれで消えねえ。これで誠司さんの無実の証を立てる人がいなくなったわけね。東蔵は先刻家を出て美濃屋と共に堀田の屋敷へ行きました。奉行所の方はどうだ。絵コインへ戻らなかったのは誠司を含めて三人です。これから本格的な探索が始まります。待てよ。政治が奉行所に捕らえられ、リスケのことを話せば盗賊一味は厄介なことになるな。奴らが政治を襲うかもしれん。おその、見張りを続けてくれ。はい。お役人に見つかったの。
からねえのかい。俺がここにいたら二人ともお仕置きになっちまうぞ。いいですかい、牢払いで戻ってこない囚人の探索は容赦がねえって話だ。そのうちここも目をつけられるに違いねえ。その時に私がいたら、お高さんもお倉さんも生きちゃいられねえんですね。私はいいの、誠司さんと一緒なら。バカなことを言うもんじゃねえ。私はね、棟梁を殺したのが私じゃないってことをお高さんに信じてもらえればそれでいいんだ。お倉さん、頼むぜ。お待ち、身元を確かめるから。仁吉が来るよ。しまった、奴らに見られちゃ言い訳ができねえ。誠司さん、もう一度隠れて。そうそう、どうです、お嬢さん、誠司は来ませんかい。来やしないわ。早く帰ってちょうだい。おぼこ娘は正直なもんだ。お嬢さん、政治の着物の端が見えてますよ。あそこだ、突っ込めろ。おうんじゃねえ。あまり大事になると始末がつけにくい。いや、どうするんだい。お嬢さんに来てもらうさ。こんな生き餌なら魚はきっとかかるだろうぜ。なるほど、消えねえや。さあ来てもらおうか。お嬢さんでも出てきな。娘だ、源兵衛が死んだ後、根吉を婿にしときゃこんな目に遭わなくて済んだろ。ああ、もっともお父っつぁんを殴って焼き殺した男を亭主にするな願いさえかもしれねえな。何ですって。棟梁、そんなことばらしていいのかい。何、構やしねえ。どうせこの娘も政治と一緒にあの世へ送るんだ。また心中か。へえ、付け火の下手人と棟梁の一人娘の心中、こちら瓦版になるかもしれませんね。やい、小僧、お高さんを話してやれ。御前、やっぱり来ましたよ、色男が。おめえたち、俺を奉行所に突き出せば文句はねえんだろう。お高さんには何の罪もねえんだ。早く話せ。うん、そうはいかねえぞ。この先無実だ無実だと騒がれちゃ面倒だ。二人とも死んでもらうぞ。よし、せめてものの策だ。わしがメイドに送ってやろう。それまでだな。何やつら。天下の副大夫徳田新之助だ。上田やつ許さんぞ。対馬、欲に目がくらみ主の顔も忘れたと見えるな。何と申す。上様。作事奉行堀田対馬守、その方大工棟梁藤蔵、材木問屋美濃屋と結び、幕府請負工事にて出府を肥やさんと棟梁源兵衛を謀殺したばかりか。無実の者に罪を着せるとは何事。天下万民に成り代わり成敗するぞ。えい、ー
やつはただのスロ人だ。切れっ切りつけ。上様。おい、よせよせ。俺は天下の風来坊徳田新之助だ。なるほど、源兵衛も目が高い。そして並んでるところを初めて見たが、まさに似合いの二人だな。さあ、早く帰って奥らの手当てをしてやれ。奉行所の方には俺から話をしておく。ありがとうございます。幸せになるよ。はい。大岡忠相の計らいで青天白日の身となった清次は、お鷹と所帯を持って修行を続け、後に江戸でも指折りの棟梁と言われた。吉宗はその後も公平な仕事を与えるよう各奉行を戒め、出入り商人たちから大いに慕われたという。誰はしないさ、負けてたまるか、ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。やかましい、急ぐなもんじゃねえや。長兵衛の吉五郎はな、痩せても枯れても江戸っ子で。三河町の信濃屋。じゃうちの人一体どこへ。天下の直参一色左京に見事逆らおうというのか。お前だ。来た。
逃げた。中はお前の丸曲げが一度見たかった。かわいそう。お腹成仏、放浪流し。どうぞご期待ください。